だ命あることを祈って死神騎士からフレンドのを取り返しますか。そこの床どうも怪しいですな。踏むと何やら起こるやもしれません。ための一歩だ。命を削れ、もっとだ。そこまでだ。今日が過ぎるぞ、死神。我が逸落の邪魔を。これからいくらでも機会はあろう。貴様の仕事は終わったはずだ。再び愛まみえん。いずれまた会おう。我が名はエンテル。世界をあるべき姿に返すものよ。エンテルね。また現れるつもりみたいだけど面倒。フレンたちは無事か。今は二人を連れて早くここを出るぞ。敵も消え失せましたしな。上へ運ぶことにしましょう。脈拍が弱め、顔色は少し悪いけど貧血かな。命に別状はなさそうだ。フレン、無事に見つかったのね。肝心な時に不在とはな。そこの隠し通路の先にいたのだ。犯人は死神騎士ともう一人、遠征とかいうのがいたが逃げられたよ。フレンの保護が最優先だもの。仕方ないわ。そうよね、先生。我々は保護した二人を医務室へ運びます。先生はセテス殿に報告をお願いしますよ。とにかくフレンが無事でよかった。もう一人が誰なのか気になるけど。今の先生の笑顔よね。嬉しそう。先生のそんな顔初めて見たわ。さあセテス殿のもとへ早く。吉報を待ち望んでいるはずよ。改めて礼を言う。おかげでフレンが無事に戻った。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。ああ、もちろん生徒たちにも後で礼を言っておこう。女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。そして諸々の状況を踏まえれば、奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。さらに遠征と呼ばれる謎の人物、彼らの真の目的は不明だ。しかし実は私には心当たりがある。おそらく敵の狙いはフレンの血だ。彼女には特別な血が流れている。とても希少で危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フ
フレン、お前なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。私嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですがどこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大衆動員にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。そうですわ。私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。先生もそう思われます？なんて嬉しいのでしょう。こんな先生が近くにいてくだされば、たとえどんな敵が現れても安心できますわ。なるほど、そうかもしれんな。私は立場上これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。そうか、大司教には私から話しておく。フレンのことよろしく頼む。フレンが助かってよかったの。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。あれも身なりからして士官学校の生徒のようだったが、何者じゃ。ご苦労様でした。あなたの学級に協力を頼んで正解でした。マヌエラもフレンもそしてモニカも順調に回復していると聞いています。今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが、実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましてな。そのため大修道院内ではなく寺寮への帰還中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。来節はいよいよグロンダーズ呪術戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で呪術戦に臨めるよう導いてあげてください。翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。いや少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。悪い、任務があってな。グロンダーズとは逆方向さ。教団はいつだって人遣いが荒いんだが、それよりも気になるのは何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。女神最短の儀以降ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に万一のことがあればこの部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。俺だって死ぬつもりはつゆほどもねえよ。前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか。
白雲の章、飛竜の説、呪事師の野。天に轟く声で飛竜の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。先生、グロンダーズ呪事師船についてはもう大司教殿から聞いているわよね。そうなら、私が知っていることを今のうちに話しておくわね。グロンダーズ呪事師船は、言ってしまえば毎年恒例の大規模な学級対抗戦よ。以前胎児の説に行った学級対抗戦とは比較できぬほど大規模なものだそうで、開催の舞台はガルグマグ南東の帝国領、広大なグロンダーズ平原とのことですな。最も多くの相手を倒した学級が勝利する三つどもえ戦よ。もちろん教師も一緒に戦うことになっているのだけれど、今年はマヌエラ先生が大事を取って参加を見合わせるようでしてね。積年の公的使が休むなら我が輩もと、ハンネマン先生も参加を見送るそうですよ。気を使わなくていいのよ先生、あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。おや、マヌエラ先生、傷の方はもうよろしいので？あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。あら、あんまり油断しているようだと私の学級が簡単に勝ってしまうわよ。生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用、全力で挑んできたまえ。よっしゃー、全員ぶっ飛ばしてやったぜ。お前らもう喧嘩すんなよ。見事だったな、カスパル。お、フェルディナント、今の見てたのか？あ、一部始終をな。非道な行いが双方にあり、かつ和を乱した。そんな彼らには両成敗こそがふさわしい。同じ貴族として誇りに思うぞ。君はまさに貴族の鏡だ。は？貴族かどうかなんて関係ねえだろ。いや、関係あるとも。領民の争いを裁くのも貴族の務め。こたびの件もそれと同じではないかね。そうか？俺はそこまで考えちゃいねえよ。なんか体がうずくんだよな。いても立ってもいられねえっていう感じで。ほう、つまりだ、君は本能で行動しているわけか。それ自体は否定すまいが、もっと明確な信念を持つべきだよ。例えば私は貴族であることを念頭に置き、それにふさわしい行動を常に心がけている。持てる者が持たざる者を正しく導く、これが私の信念であり正義なのだよ。お前いっつもそういうこと言うよな。俺には小難しくてよくわかんねえや。困ってるやつがいんならそれを救えりゃいいだろ。見解の相違といったところかね。ならば自分の考えを貫いてみせたまえ、貴族としてな。だから貴族とかじゃなくてだな。お、イーニグマツリーぞ。
フェルディナントいますか？先生呼んで。うむ。とても集中しているですか。読書待つです。そうか、なるほどな。外交も武具の発達に影響を及ぼすか。ペトラ、君いつからそこにいたのかね。少し前。あなた先進します。ゆえ気づくありませんでした。いや失礼、私としたことがつい熱中していたようだ。君も読書中か。何を読んで？フォドラの歴史勉強します。歴史書か、熱心だな。しかもフレスベルグの年代記とはまた。フォドラのこと深く知る望みます。あなたどのような本読むですか？私か？私は趣味のようなものでね。フォドラの地域ごとの武具の変遷史だよ。武具は気候や地形のみならず外交関係にも強く影響されて進化する。興味深いね。なるほど、興味深くあります。さすがフェルディナントです。ほう、君も興味があるのか。ならばぜひ読んでみてくれ。この本は全18巻あるうちの一冊でね。書庫には全巻が揃っているのだ。感謝します。武具の研究私参考できます。失敗です、忘れるありました。先生あなた呼んでいます。何？君が物忘れとは珍しい。では失礼するよ。珍しい、確かです。しかし稀あります。おや先生、今日もご苦労なことです。いい歓迎、そうですな。かなりの殺気を発したつもりだったのですが。いえ、貴殿のことを少し気にしているだけです。何しろ我が主は先生をそれなりに気に入っているようなのでね。私が主を見誤っているとでも、それとも嫌味ですかね。いいですか、ここでの生活において私が最も重視することはエーデルガルト様にとって益となるか害となるかです。先生がエーデルガルト様にとって益となればよし、もしも害となるようであれば消します。冗談ではありませんよ。私は生徒である前にエーデルガルト様の従者なのですから。それが嫌でしたら示せばよいのです。どれほど役に立つのかをね。もっとも私の基準は我が主よりかなり厳しいと思いますよ。エーデルガルト様に気に入られているからといって油断せぬことですな。大した自信ですな。ま、そのくらいでなければ我が主のお眼鏡にはかなわぬでしょう。全てはシュケタル・フレスベルグのため。
それが我らベストラ家代々の掟。帝国が起こって以来、表から裏から皇帝を守ってきた一族の力をあなたが思い知る羽目にならぬことを願っていますよ。ありがとうございます。あのヒューベルトさん、何か？その私お礼を言いたくてですね。前に話してて気を失っちゃった時、メルを部屋まで運んで寝かしてくれましたよね。ええ、まあ気にすることはありませんよ。放置して風邪でもひかれたら面倒ですからな。そうですね。ようやく言えました。それじゃ。それだけのためにずっと私の周りをうろちょろしていたのですか？うろちょろって、まあそうですけど。その割には私が近づくと逃げていきませんでしたか？話しかけられないように避けることも多かった気がしますが。それは皆まで言わずともわかりますよ。私が怖いというのでしょう。よく言われますからな。その笑い方も怖いです。これは失礼しました。貴殿の前では笑わないようにしましょう。それはそれで怖いです。あ、でも笑顔も怖い。全部怖いです。さようですか。怒ってます。絶対怒ってますよね。怒ってなどいませんよ。むしろ怖がらせて申し訳ないと。そんなはずありません。油断させてベルを。手の打ちようがありませんな。まったく。リンハルト、私待ちました。見てください。ん？ペトラ？何を見れば？ちょっと急に槍を振り回さないで。どうですか？私研鑽積みました。ああ、前に僕が指摘したからか。少なくとも前に僕が気になった点は良くなってたと思うよ。少なくともですか？私の技術評価足りません。いや、そこはほら、僕槍は専門じゃないし。あ、でも少し考えてたんだよね。君がうまく槍を扱えるような方法をさ。私槍扱う方法ですか？そうそう、振りかぶって振り下ろす時に無駄があるって言ったよね。やっぱり女性の君が大男と同じように槍を振り回すのは無理があると思うんだ。だからもっと槍の勢いに任せてみたらどうかなって。勢い任せる？槍の重さを利用し、振り上げながら握る手を緩めて。あ、頂点達したら握り直す。勢い利用し振り下ろすですか？そう、そうだよ。力を入れて握りっぱなしなんて疲れちゃうしさ。分かってくれたかな？はあ、考えた甲斐があったよ。あなた賢い。戦い行かせます。なぜ鍛錬嫌いですか？なんとなく考えちゃっただけで
本当は戦いなんて嫌いさ。だから鍛錬も嫌い。それじゃおやすみ。知恵使わない。宝の持ち腐れです。あなた使う、使ってほしいです。リンハルトだけの力。